e c サンベントは、ブラジルサンパウロ州、ソロカーバを本拠地とする、サッカークラブである。1913年9月14日、ソロカーバで大熱が流行ってから間もないこの時期に、クラブは、ソロカーバアスレティッククラブとして、フェレーラエシアバグ工場の従業員によって、創設された。1914年10月14日、クラブ名を e c サンベントに改めた。 クラブの最初の試合が市内の聖ベネディクト修道院で行われたことから聖ベネディクトの名前が取られた。1953年サッカー部門をプロ化した。同年6月10日、ボトカツにてプロとしての最初の試合をフェロビアリアと行い、サンベントが4から2で勝利した。1962年、カンピオナートパウリスタ2部の決勝でアメリカ SP を下して優勝し、 最初のタイトルを獲得した。1979年、カンピオナートブラジレーロセリエに参戦した。第3ステージで敗退し、最終順位は15位だった。2001年、カンピオナートパウリスタ3部でアトレチコソロカーバに勝ち点4差をつけて優勝し、2つ目のタイトルを獲得した。2002年、コパパウリスタの決勝で、ジャボチカバウを下し、 三つ目のタイトルを獲得した。ナシサンベントは、セントロデインテグラッソンコミュニターリオバウテル・リベイロを、ホームスタジアムとして使用する。1978年に開場され、収容人数は13,772人。他に、クラブが所有するエスタジオ・ウンベルトレアリという、スタジアムがあり、収容人数は9,000人。セントロトレーナメント・バウテル・リベイロという、 トレーニンググラウンドで練習する。ありがとうございます。